ニュースマグビです。今日もクリスマス気分でお送りします。覚醒剤取締法違反の罪に問われ懲役2年6ヶ月執行猶予5年の判決が出た三田佳子さんの次男高橋祐也被告、保釈中にある事件を起こしていた模様です。捜査関係者によると祐也は10月下旬沖縄のリゾートホテルに宿泊したが宿泊代も飲食代も払わずに出て行ってしまった。しかも使っていた部屋はぐちゃぐちゃに荒らされていたそうですとのこと。もしこの件で起訴されると執行猶予が取り消される可能性があります。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。